ウナギ科は、ウナギ目にところ属する魚類の分類群の一つ。日本ウナギヨーロッパウナギなど高画性の海遊魚を中心に少なくとも一族十五種が含まれる。ヨーロッパウナギ。ヨーロッパに分布する唯一のウナギで、非常に古くから知られる魚類の一種である、ウナギ科の魚類は、東部太平洋と南部大西洋を除く、世界の熱帯、温帯域に広く分布する。 ウナギ属アンギラに含まれるほぼすべての種類が、甲賀製の海遊魚で、海で生まれた後に、淡水域に遡上し、成長後に再び海に降りて産卵するという、生活史を持つ。大西洋に生息するのは、ヨーロッパウナギとアメリカウナギの2種のみで、前者は、ヨーロッパ全域と地中海沿岸の北アフリカ、後者は北アメリカから、 南アメリカ北東部にかけて広範囲に分布し、いずれもサルガス疎海を産卵状としていることがわかっている。インド洋から西部太平洋にかけての熱帯、温帯域がウナギ科魚類の分布の中心であり、特にインドネシア周辺での多様性が顕著である。西部太平洋にはフィリピンインドネシアオーストラリアニューギニアと及びニューカレドニアを中心に、 約14種が知られ、ルソン島、ニュージーランドニューギニア東東部にはそれぞれ固有種が存在する。また、A ブレバセプスなど2種が中国大陸のみから報告されている。インド洋には、パキスタンインドなど、南アジアに分布する A ベンガレンシスベンガレンシス、ケニアから南アフリカに至るアフリカ東岸を中心に分布する A ベンガレンシスレビアータなど、およそ5種が生息する。 このうちの数種は、マダガスカル東方沖の深海で産卵していると推定されている。インド太平洋系の影響を強く受ける日本には、日本ウナギ、オオウナギ及びニューギニアウナギ、及びウグマウナギの4種が生息する。日本ウナギは、朝鮮半島、中国大陸、フィリピンなど、東、アジアを中心に分布し、マリアナ海溝付近で産卵していることが、 近年の調査で明らかにされている。大ウナギの分布は、より広範囲で、アフリカ東岸から、フランス領ポリネシアに至り、産卵場は、フィリピン南部の深海と推測されている。ニューギニアウナギは、環境省の寄水、淡水魚類レッドリストにおいて、日本ウナギと共に、情報不足のカテゴリーに収載されていたが、日本に実際に分布しているかどうかは、不明なままであった。 しかし2000年代に薬師まで稚魚が、さらに八重山列島で制御が発見されたことにより、日本での自然分布が確かめられた。ウグマウナギは2009年にフィリピンのルソン島から記載され、日本国内においては、沖縄本島における2018から2019年の調査で得られた稚魚に基づき、2021年にその自然分布が公式に記録された。 ウナギ類の一般的な生活感アメリカウナギ、在来の淡水魚として、最も広範な生息域を持つ種類の一つ。オスは、アメリカ合衆国南東部の川口域に、限局するのに対し、メスは北、アメリカ大西洋岸の河川全域に分布する、ウナギ科魚類は、生涯の多くの時間を、河川、湖沼をはじめとする淡水、あるいは河口などの寄水域で生活する。 一般に夜行性で昼間は物陰に潜み夜間に活発に遊泳して小魚や甲殻類、貝類、節足動物を捕食する通常は単独で行動するが数十尾の群れを作って越冬する例も知られている定住性、寄草性は共に高く、ねぐらと定めた場所から大きく移動することはせず 数十キロメートル離れた場所に放流されても正確に戻ってくることができる。一般にオスは早期に成熟し、サイズは比較的小さいのに対し、メスの生成熟は遅い。メスは時間をかけて成長することで大型化し、より多数の卵を作り出すことを可能としている。ウナギ類は魚類としては長い寿命を持ち、自責による、 年齢推定で日本うなぎでは22歳のメスが、ヨーロッパうなぎでは33歳のオスと57歳のメスが報告されている。淡水域で成長し、生成塾に達したうなぎ類は、体色が銀色ないし、ブロンズ色になるとともに、目の大型化、消化管及び胸びれの退縮、切除の停止といった、様々な形態及び行動の変化が生じる。銀うなぎ。 シルバー、イールとも呼ばれるこれらの成熟個体は川を降り、川口域で、再び海水への適応を図る。長旅への準備を整えた、銀ウナギは、種によって異なる、特定の産卵場へと移動を開始する。産卵場から遠い地域に生息する個体ほど、移動の開始が早いことが知られており、繁殖を一斉に行えるように同調が起きているものと見られる。 高側はした成熟ウナギが観察ないし捕獲されることは極めて稀である。アメリカウナギの制御が外目で発見されたのは1977年にバハマ沖の水深2000メートル地点で撮影されたのが初めてであった。産卵の実態もそのほとんどが謎に包まれたままで、ウナギ加魚類の天然卵は2009年に西マリアナ海霊で採取されるまで見つかっていなかった。 他の多くの海遊魚と同様に、ウナギ類の産卵は、生涯一度きりで、新魚は生殖後まもなく死亡すると考えられている。甲が開始時から継続する、飢餓状態と産卵前後における、ステロイドホルモンの著しい上昇が、その原因とされ、代謝的、解剖学的破綻を導く急激な老化現象の一種と理解されている。一方で、 西マリアナ海嶺の産卵場付近で採取された、親ウナギの生殖腺を解析した結果、複数回にわたり産卵している、可能性も指摘されている。カライワシウアメの仲間に共通する特徴として、ウナギか魚類の稚魚は、レプトケファルスと呼ばれる、独特の形態をとる。浮遊生活を経て、沿岸域にたどり着いたレプトケファルスは、稚魚へと変態し、河川を遡上する。 シラスウナギは、太表の色素を発達させた、黒子、エルバーを経て、キウナギ、イエローイールと呼ばれる生魚に成長してゆく。河川を遡上せず海に留まる個体、あるいは、河口の寄水域に定着するものが存在し、それぞれをウ、海ウナギ、川口ウナギと称する。両者は、磁石中のストロンチウム濃度を調べることで、川ウナギと見分けることが可能である。 産卵場へと向かう日本ウナギ約600個体を調査した結果、川ウナギはわずか20%程度と少なく、海ウナギ、川口ウナギが繁殖に大きく貢献している、可能性が示されている。ウナギか魚類がなぜこれほど長距離に及ぶ回遊をするのか、何を目印として元の産卵場所へたどり着くのか、確かなことはわかってない。ウナギ科の起源は白秋。 現代のボルネオ島周辺に求められ、元は海水魚のグループであったと推測されている。このうち、テチス海を越えて西に移動した一群は、スエズ地峡の形成によって隔離され、現在の大西洋産の二種へと種文化を遂げた。初期のウナギ類は、大陸が現在の位置に移動する以前、大陸間に存在した、ごく狭い海域で産卵していた可能性がある。 海洋が拡大し陸地からの距離が、はるかに遠くなっても、産卵に適した水温や水深といった物理的、科学的条件を変えることはできなかったため、現在のアメリカウナギのように時として 5000km にも、及ぶ旅を続けることになったとの推測がなされている。東京大学大気海洋研究所の井上らは、ウナギ目及び風船ウナギ目に所属する全19。 かのミトコンドリア DNA 全長の塩基配列を解析し、進化の道筋をたどる系統樹の構築を試みた。その結果、ウナギ科魚類に最も近縁なグループとされたのは、これまでに考えられてきた、低性性のザトウウナギ踏ハリガネ針金海蛇科ではなく、風船ウナギ目の科およびシギウナギ科ノコバウナギ科であった。 これら六科はすべて海底から離れた中層を漂って生活する氷栄性深海魚のグループである。かつて外洋の中層で生活していたウナギ科の祖先は次第に餌が豊富で競合者の少ない淡水域に進出するようになり長い年月をかけて現在の大海流へと発展した可能性をこの研究は示唆している。大ウナギ ウナギ科魚類中の最大種。アフリカ東岸からポリネシアまで、その分布範囲は極めて広いが、実際には複数の遺伝子集団で構成されていることが明らかにされつつある。ウナギ科の仲間は細長く円筒形の体を持ち、いわゆるウナギ型をしている。体長1メートルを超える種類が多く、最大種の大ウナギは全長2メートルに達する。 体色は一般に肺側が青緑暗褐色、腹側が白、紅白色であるが、同じ種でも、生息環境による変異が大きい。体表には粘液及びレクチンを分泌する細胞が、発達し、異物から体を守る働きを担っている。皮膚に渦漏れた微小な鱗が存在することが、本家魚類の特徴である。口は、やや大きく、下顎は、 上顎よりも前に突き出る。歯は小さく円錐状で、両角に多数並び破体を形成する。エラの開口部は、三日月型で、頭部と体側の側線はよく発達する。背びれと尻びれの規定は、非常に長く、尾ひれと連続する。トゲ状を持たず、ひれ状は分子する。腹気をかく一方、胸びれは大きく発達する。 椎骨は100から119個。ウナギ加魚類のレプトケファルスは、鷹と比べて糞がやや尖り、色素が少ないという特徴を持つ。これに加えて、近接の数、消化管の形状及び、肛門の位置を比較することで、本家のレプトケファルスであることを同定できる。一方、レプトケファルスのみで種を特定することは、非常に難しい。北 大西洋産の2種は近接数によって互いに区別できるが、インド太平洋産の種は遺伝子解析を含めた追加情報が必要となる。天然の日本ウナギ漁獲量の推移ほぼすべてのウナギ類が食用魚として漁獲され、焼き魚フライ、燻製、缶詰、煮物など様々な調理法で利用される。アジアにおける日本ウナギ 欧州のヨーロッパウナギは商業的にとりわけ重要な種類で、飼料採取して生魚まで育てる養殖業が各地で発達している。ヨーロッパのヨーマン業は紀元前のイタリアに始まり、以降1980年代までイタリアが養殖の中心地となっていたが、2000年代にはオランダデンマークが台頭してきている。日本では1879年、東京、 深川に最初の養殖地が作られ、1930年代には天然産の漁獲量を上回るようになった。アジア、欧州ともに、うなぎの資源量は著しく減少しており、乱獲や水質汚染、寄生虫に加え、ダム建設や護岸工事による生息環境の拡乱など、様々な要因が関わっていると見られている。 アメリカ合衆国では生息するアメリカウナギを食べる習慣はあまりなく東部メーン州と南部サウスカロライナ州においてのみ許可を受けた漁業者が漁獲量を守る条件で量が認められているが実際には密量が横行しており高く売れるアジアに輸出されているとみられる海で採取されるウナギ類のレプトケファルスの消化管には餌が全く見つからず 彼らが自然界で何を食べて成長しているのか不明なままとなっていた。このことは長く完全養殖実現への障害となっていたが、日本の水産総合研究センターにおける試みで、通常は栄養補助剤として用いられる乾燥サメ卵を練り絵として与えることで給時に成功し、世界で初めて日本ウナギの完全養殖が達成された。その後、 電子顕微鏡を用いた解析で、レプトケファルスの消化管から、プランクトンの粉粒や、お玉母ヤのハウスが見つかり、これらを含めたマリンスノーを餌としている可能性が示唆された。国際連合食料農業機関の統計によれば、1950年に約1万7000トンであった世界のウナギ加魚類の、創業閣量は80から90年代にかけて大幅に増加し、 2000年代には常に20万トンを超えるようになっている。この大半はアジア地域における日本ウナギの漁獲によるもので2009年の創業獲量約28万トンのうち26万トン以上を本種が占めている。漁獲の大部分は日本および中国での養殖業の発達によって支えられており天然の日本ウナギ量は1960の70年代を ピークに衰退し、2009年の漁獲量は、およそ400トンにとどまっている。欧州でのヨーロッパウナギ量は1950年以降一貫して年間1万トン台を保っているが、日本ウナギと同様に天然産の漁獲は、減少している。ウナギ類の分類の基礎は、デンマークの海洋生物学者、ヨハネス・シュミットと、彼の弟子であるビルヘルム・エゲ。 ポール・ジェスパーセンらによって気づかれた。1928から30年のダツ通ゴによる世界一周探検公開で得られた多数の標本をもとに、ジェスパーセンは、ウナギカレプトケファルスの分布を詳細に記録した。また、体表の反門の有無、背びれ機部の位置、破体の太さによって、世界のウナギを4グループに大別した、エーゲの方法は、 現代にまで通用する基本的な分類手法となっている。4グループに分けた後は産地情報を加えることで種を特定できるとされていたが、近年ではより確実な同定を期した遺伝子データベースの構築が進んでいる。うなぎ科には、ネルソンの体系において少なくとも一族15種が認められている一方、種としての有効性が疑われているものも存在する。 本校ではフィッシュベースに掲載される二族23種についてリストする。本科は長らくウナギ族のみ一族で構成されていたが、2008年に新属新種であるネオングイラ・ネポリンシスが報告されている。本種はネパールの地下水脈に生息する全長をわずか3.3センチメートルの小型魚類で胸びれは退縮傾向を示すなど、 暗黒環境への適応が強く認められている。ウナギ族の一種。ニュージーランド固有種ウナギ族の一種。オーストラリアからニューカレドニアにかけて分布し、ニア種を含むウナギ族の一種。インドパキスタンスリランカなど、インド洋沿岸に広く生息し、南アジアを代表するウナギとなっている。ありがとうございます。